どうも、奈良ゴミのタカです。おんちゃんが3回目のコロナの予防接種ということで、橿原の万葉ホールに向かっています。万葉ホールといえば、子ども科学館が魅力。てか、以前視聴者さんから万葉ホールの裏路地にリーズナブルで美味しいたこ焼き屋さんがあるから行ってほしいとお声をいただきました。昔友達がその近くに住んでいたのでよく遊びに行っていたのですが、お声をいただくまで存在すら知らなかったのでめっちゃ楽しみです。今回はおんちゃんを送る用事もあったので、どうせなら万葉ホールから徒歩で行ってみたいと思います。さあ、現在万葉ホールの横にある橿原中央体育館の裏側です。実はこちら側に住宅街につながる細い抜け道があるんですよ。知ってましたか？そちらの裏道を進むと3方向に分かれているので、そのまま直進します。なかなか道も細いので自転車なんかにはご注意ください。そのまま直進すると、何やらたこ焼きの文字を発見。これは雰囲気あって期待感大。今回お伺いさせていただいたのは、奈良県橿原市にあるたこ焼きくるりさん。メニューはこちら、12個400円ってリーズナブルすぎる。タピオカミルクティーもございます。そしてお店の名前が入ったくるり焼きも。テイクアウトのみならずカウンター席もあるので店内で食べることができます。煉獄さん、うますぎる。今回購入してきたのはこちらの2品。はい、ということでくるりの方で2品ね買ってきましたので、こちら食べていきたいなと思います。このたこ焼き、これ12個入って400円っていう破格やね。サイズ感も一つのサイズがね、そんなすごい大きいわけじゃなくて一口でいけるっていうサイズで、これ可愛らしいサイズで美味しそうですね。それではいただきます。うん、美味しい。1個のねたこ焼き自体のサイズ感がそんなにすごい大きいわけじゃないからこそ、逆に中に入ってるたこがねしっかりと感じることができて、で歯ごたえもあってめちゃくちゃ美味しいです。今回ソース選んでるんですけども、そんなソースもねすごい味が濃いわけじゃなくて、程よい濃さと上のねマヨネーズと青のりもね良いアクセントになってて、風味漂ってきて美味しいです。バクバクいけちゃうな。もうだってあと4つしかない。うん、タコが意外に大きい。そう、タコ大きいよな。タコの味がしっかり感じられるよな。バクバクいけるわ。うまい。そう、12個入りでめっちゃ多いなと思ったけど、もうあと、もう3つしかないし、もうバクバクいけちゃうっていう。次の2品目、こちら、くるり焼きというものを買ってきましたんで、食べていきたいと思います。うん、おかしいや。すごいふわふわで、あんこのね甘さもねふわっと感じることができて美味しいですね。で結構あんこぎっしり入ってるんですけども、口の中であんこだけの味が広がるわけじゃなくて、しっかりバターの風味もあるし、この生地がふわふわで、その生地のうまさっていうのも感じることができて、これも美味しいね。子供とかも絶対好きやろうなと思う。もうたこ焼きとはまあ、あのかけ離れてるんで、たこ焼きの味を想像してもらうと驚くと思います。奈良コミ。はい、てなわけでたこ焼きくるりさんの方で美味しいたこ焼きいただいたんですけども、うまかったですね。大満足ということでね、まずこちらのお店なんですけども、橿原万葉ホールの裏路地にあるお店で、大通り沿いから少し離れた場所になるので、なかなかね見つけるの難しいお店にはなるんですけども、 Google マップ等を使って行ってもらえたらねすぐに行けるかと思います。こちらのたこ焼き屋さんね、まあ、大体6年ほど前にねオープンされたお店ということで、僕自身も今回視聴者さんにね教えていただいたんで、まあ、初めてねお伺いさせていただいたんですけども、まずリーズナブル、400円で12個入りっていうのがまず衝撃ですし、20個入りもね600円で販売してくださってまして、今回僕はねソース味選んだんですけども、他にもね海苔塩とか、あとポン酢とか醤油味もあります。あとね12個入りは50円プラス、20個入りは100円プラスで、ネギタコっていうものもね選択することできますので、こちらもねすごく気になりました。ま
た他にもね、くるり焼きっていうものも購入いたしまして、こちらはねスイーツ感覚で楽しめる、まあお菓子みたいにはなるんですけども、味もあんバター、こしあん、チョコっていうのがあって、今回僕はねあんバターを食べたんですけども、ほのかにね香るバターの味がすごく良いアクセントになってて、めちゃくちゃ美味しかったです。他にもタピオカミルクティーが300円っていうお値段で販売されてたりとか、すごいリーズナブルだなと思いましたんで、ぜひね一度足を運んでみてください。こちら店内で食べることもできまして、まあ、こじんまりとはしてるんですけども、カウンター席に椅子を4つ用意してくださってますので、まあ、友達同士に行ってもらうっていうのもありかなと思います。駐車場に関しましては、お店の目の前に駐車場ありますので、そちらに停めてください。車でお伺いされる場合ね、少し分かりにくい可能性もあるので簡単に説明させていただくと、万葉ホールの前の169号線を南方面に進んでいただくと、まあ、小草南っていうね交差点がございまして、まあ、目印はねイエローハットになるんですけども、そちらの交差点を左折していただいて突き当たりまで直進してください。突き当たりまで行っていただくと、そちらをね万葉ホール側に左折してもらえたらお店が見えてきます。万葉ホールからね、まあ、自転車とか徒歩で行かれる場合は裏道からね行ってもらえた方が近くなので行きやすいかなと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんな情報が知りたいと思った方は、チャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あと Twitter、インスタ、グッズ販売等も行っておりますので、概要欄の方を確認お願いいたします。本日のタカの一言、ククルじゃないからね、クルリだから。次回の動画でお会いしましょう。バイ。